皆さんこんこにちはドクヘビです弘前近郊のす敵な場所を紹介するシリーズ、今回は高岡の森弘前藩歴史館というところに行ってきました、えー。こちらはですね、高照神社の隣にできた施設なんですけれども、その他にすごく大きいというものではないんですけれども、なかなか興味深い、えー、展示が楽しめました。こんな感じですね。はい、高照神社 からもう本当にすぐ歩いて隣という感じの敷地ですね。はい、えー、こちらはですね料金が大人は300円、小中学生は100円、高校生、大学生が150円ということで入ると、ですねこういう鎧かっこいい鎧が置いてあっても龍が頭についてるんで。 今ちょっと「キングダム」読んでるんでねこの「鎧」とかがちょっと興味があってね。<laughs> でこちらは古い地図なんですけれども今でも残っている地名とかが探せてあやっぱりなんかこうね自分の生活に関係がある展示って面白いですよね。であのこういう弘前のパノラマっていうんですかこう立体の模型があってこちらもすごい航空写真とかを元にして再現しているのか自分の家とかを探したりしちゃいましたね。かなり 楽しかかっったたでですこのルートで岩木山に登ったなとかねそういういのがわかります <laughs> そしてこちらの屏風がすごいねあのゴージャスだなと思ったんですけれどもなんとあの右側から春夏秋冬ということでこう季節をね描いてるみたいで春のところにこの竹の子が書いてあるっていうのがちょっと最初気づかなかったんですけれどもかわいいですね展示でお知らせしてくれていて一番端っこは冬なんで雪とかが積もってるんですね。こちらはお殿様の様 フルコースの紹介ででですすすねねねいいっぱい食べてるんです、ね、美味しそうです、ね、特にねあのおやつのところが気になってね美味しそうだなと思って見てましたなんか今はその「お殿様たちの暮らし」っていう企画展と、まあ、通常のあの常設が一緒になってるみたいでいつもこれがあるわけじゃなくて7月からは「日本刀の美」という企画の部分に変わるのでこういう大人様系は えー、今、7月の初めまでなんですかね？はい、あとはこんな感じで刀とか結構あるので、刀好きの人にもいいんじゃないかな。とこう。簡単に弘前の歴史がわかるので、小学生とかもすごい楽しめるんじゃないかなと思いましたね。うん。なんか本当に身近な歴史を楽しく学べる。そうしてあまり広くないので、飽きずに楽しめるかなって思います。はい。 そんなわけで、今回は、えー、高出る神社の隣にある高岡の森、弘前藩歴史館に行ってきました。えー、現場から毒蛇ヘがお伝えしました。ではまた。